自由民主党の広瀬めぐみでございます。本日は質問の機会をありがとうございます。これまでの質疑でセキュリティクリアランスの創設が国際社会における情報戦で互角に戦っていくためのパスポートであり、国際的な信頼を得るためにも国際連携、官民連携、イノベーションという観点からも非常に有意義な法案だと思っております。自由民主党の広瀬めぐみでございます。本日は質問の機会をありがとうございます。これまでの質疑でセキュリティクリアランス制度の創設が国際社会における情報戦で互角に戦っていくためのパスポートであり、国際的な信頼を得るためにも国際連携、官民連携、イノベーションという観点からも非常に有意義な法案だと思っております。自由民主党の広瀬めぐみでございます。本日は質問の機会をありがとうございます。これまでの質疑でセキュリティクリアランス制度の創設が国際社会における情報戦で互角に戦っていくためのパスポートであり、国際的な信頼を得るためにも国際連携、官民連携、イノベーションという観点からも非常に有意義な法案だと思っております。